Opa. Pai, non di Dio, dove c'è? いいよね、親子ってね、こうやってね、我が子をしっかりね、舐めてあげて。よかったね、皆さんね、やっぱ行いがいいんですね。まさかこんなね、すぐ撮影できると思いませんでした。しっかりそのね、お母さんの感覚、感触覚えておくんだよ。君たちはあと1ヶ月から2ヶ月もしたらみんなバラバラになっちゃうから。だから少なくとも私もね、できる限り、さすがに1ヶ月間ここにいるわけにはいかないので。というわけでね、本当に時間をまたこじ開けて、撮影をできる限りしておきたいと思います。5人ともちゃんとおっぱい飲んで、お母さんはほら、安心しきったようにね、目を閉じて。やっぱ体力使うんだろうね。だからいっぱいね、ご飯もあげてほしいと言われてるんで。あ、リリーが外にいるんだ。ここで寝ちゃうの？もしかして。 違うよね、ちゃんと飲んでんだね。ひたすらみんな5人とも一気にね、おっぱい飲むんだもん。そりゃ体力使うわな。こういうのを見るのは初めてかな、俺な。初めての体験かな。ああ、ほんと出産に立ち会いたかったな。4週間前にここに来てれば、つまり10月の、まあ、中旬に来ておけば見れたんだね。残念。まあ段階ね、ステップバイステップでいきましょう。で、一回これも閉じるわね、一回ね。ちょっと8分、一回止めます。またすぐ入れます。
寝てるような気がするんだけど、気のせいか。このままこの寝ちゃうのかな、どうなんだろう。なんかそんな気がするね。お母さん猫ももうね、多分このまま寝たいんだろうな。飲み終わったら。で、子猫たちもここで一緒にね、寝る方が、多分。電気消しとこっか、そしたら。ね。とりあえず、休ませるのもね、やっぱ仕事なのうちなんで。私もね、洗濯がさすがにもう終わってるんで、終わってると思うんで、今のうちに。よいしょ。また後ほど行きます。水だけ、あ、水はいいか。ここは猫の部屋で、私は、ね、荷造りに専念したいと、ちょっと一服したいと。で、ここでまあね、まあ匂いは取れてんだけど、灰皿置いてるから、まあやっぱタバコの匂いがすると、それは仕方ないと。で、リリーを一回中に、あ、でも洗濯はまずね、あー、あれ忘れちゃった。まあいいや。じゃあそういうわけで、あ、洗濯まだ終わってない、あと5分ね。もうすぐ終わるんで、ちょっとじゃあ一服しちゃおう。で、そう、私もランチを食べよう。で、ね、リリー、中に入るかい。中に入る。まあどっちみちね、ドアオープンするからね。リリー、どうすんの？リリー、まあいいや。まあこんなわけだからね、ちょっとここはリリちゃんの部屋ね。で、私はまあ今日はまたここで寝ようかなと。まあ2階で寝てもいいんだけどさ、どこで寝てもいいと。好きなとこで。で、あとは、まあいいや、ちょっと一服してご飯食べて。後ほど失礼します。はい、ミッシーちゃん、ミッシーちゃん、お待たせ。はい、こっち見て、こっち見て。起きましたか、皆さん。おはようございます。どうでしたか、今日は暑かったでしょう。よく寝れた？もうちょっと、はい、おしまい。もうないでしょうね、多分。絞り出すか、絞り出す。
絞り出して、あー出た出た、すごい分かってるんだね、さすが。はい、もうこれだけ、はい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 、はい、おしまいです。はい、また後でね遊びましょう皆さん。君はドラちゃんかい？はい、ドラ、こっちもあげたほうがいいか。あ、あんまりないんだ。はじめまして、君は何ていう名前だ？みんな入っちゃったね。うーん、ミッシー。